こんにちは、ウキウキレンレンです。今日は脂肪燃焼効果があるトマトを使って作るカプレーゼをご紹介します。最近の動物実験でトマトにはね、肝臓内の脂肪燃焼する効果が発見されたそうなんですよ。なので脂肪肝とかね、あと高脂血症でお悩みの方はトマト料理がおすすめですよ。詳しいトマトの効能を説明欄に載せておきましたので、興味のある方は覗いてくださいね。それでは作っていきましょう。モッツァレラチーズはザルにのせて水気を切っておきます。でね、だいたい10分ぐらいこのままね、水気を切っておいてください。その間にトマトを切っていきます。トマトはね、洗ったらこちらのね、包丁の角を使ってね、丁寧にくり抜きます。そしたらね、1センチの輪切りにしていきます。先ほど水気を切っておいたモッツァレラチーズです。こちらも1センチ幅に切っていきます。で、バジルの葉っぱを添えます。塩を軽く振ります。オリーブオイルを回しかけます。胡椒を振ります。完成です。よかったら作ってみてくださいね。